どうすれば器の大きい人になれますか。どうすれば器の大きい人間となれるでしょうか。時々ものすごく器の大きい人に出会うことがあります。そんな人の行動に感動して自分も器の大きい人間になりたいと思い、器が大きい人間のような振る舞いをしてみるのですが、内心ではイライラしている小さい自分に気づき、そんな自分にがっかりしてしまいます。生まれ持った器は人それぞれ違うので大きくするのは不可能なのでしょうか。いや、まあ先ほど言ったように生まれ持った遺伝子ですね、それに教育とか訓練とか経験が加わってその人の人格ができるので、人はその生まれつきの才能で全て決まってしまうっていうのは今医学的に科学的に否定されてます。ですから生まれで全て決まるんだじゃなくて、その努力によって変われるんだって考えるのが科学的であります。さらに1997年から8年にかけて非常に重要なことが分かりました。人間っていうのは努力によって変われるんだっていうことを決定的に裏付ける事実です。それはそれまではですね、脳科学の常識として人間の脳の細胞は成人になったら新しく生まれないというのが常識だったんですが、それを覆して何歳になっても新しい細胞は生まれていると。ただ訓練して刺激を与えないとすぐ死んじゃうと。だからそれまでは新しい細胞が生まれてないように見えたと。でそれからどん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 いろいろなことが分かってですね、成人後もいろんな職業の訓練を受けるとですね、例えば記憶力、これがすごくたくさんのことを記憶しなきゃいけない人たちいるじゃないですか。例えばロンドンのタクシードライバーはロンドンのですね、お店も何千件も全部こう暗記しなきゃいけない、あれエリートらしいですね、タクシードライバー。その人たちはその訓練を受けてタクシードライバーになる前と後で脳のMRI 取るとですね、脳の記憶の海馬ってところが見た目がもう変わるそうですね。見た目が変わるってすごいことです。見た目は変わらないで、萎縮もしないで、脳神経ネットワークが変わるってことはあっても、見た目が変わるってことは細胞の数が変わっちゃってるってことですからね。気質的にも変わる、機能が変わるんじゃなくて気質的にも変わるっていうのは、筋肉を鍛えると大きくなると同じようなもんだから、脳もそれだけ変わるってことだ。さらに老化っていうとボケってことで記憶力が落ちてきてるというような時に感じると思うんですけど、記憶の訓練をしている高齢者っていうのはですね、通常記憶のために使う脳とは違う脳も記憶のために使うように進化してるっていう、そういった事例もありますね。さらにこういうこともあります。アルツハイマー病っていうのがかかると脳の細胞が萎縮損壊していくわけです。でもアルツハイマー病にかかってる人の中でもですね、認知症の結果、つまり要するに認知能力が落ちる人と全然落ちない人がいます。落ちない人はですね、絶えず、要するにいろんな仕事をしてその能力を維持しなきゃいけない、そういった状態、責任感のある責任がある状態の人が多かったみたいですけど、そういう人はどうなってるかというと、アルツハイマー病で萎縮してる脳の代わりに萎縮してない脳の分が活性化してるってことなんですね。そうやって脳はですね、筋肉以上にその何ていうか発展性があるんですか、そのポテンシャルは持っているということです。だから若い時と同じレベルにその脳筋肉を維持するっていうのは、訓練によってある程度できるかもしれませんが、その一部の分野においては若い時以上に脳がなることがその高齢者において訓練によって可能だっていうことなんだと思います。脳が一番その可塑性って言います。可塑性っていうのは変化する可能性とか成長の可能性っていうのなんですが、可塑性が一番高い器官なんじゃないかなと。それは仏教でもよく言われてます。仏教の構想っていうのはさ、老いてますます知恵を深めるってことですね。ブッダは最後の説法、大発涅槃経というのがあります。で説法してお亡くなりになったの、80歳の高齢、あの時代の80歳だから2500年前ですからね、超高齢期なんですけど、ずっと説法してるわけであります。もちろんその昔のことしか覚えてない認知症のテープレコーダーみたいなご老人もいますけど、しかし訓練するとですね、その脳はですね、加齢とともに落ちるんじゃなくて加齢とともに上がっていく可能性もあると言われます。仏教の教義からすると、精神的には人間は訓練をすれば修行すれば老いないと、肉体的にはブッダも老いやみ死んだように、それは仕方ないと。もちろん今ね、筋トレとかがあるからかなり高齢期でも持つっていうのはあるかもしれないけど、肉体は頑張って維持するのが精一杯かもしれないけど、脳の方は頑張ると若い時にも成長する可能性があるということですね。そういったものがですね、人間少なくとも
人間の人間脳といいますか、人間らしい大脳新皮質の性質としてですね、その加齢に逆らってですね、若い時よりも成長する可能性がちらちら見えてきた。これが脳っていうものですね。ですからその精神的な部分、知的な部分、知的精神的能力、脳が司る部分、脳の特に人間性の部分、理性の部分ですね、これは絶えず期待っていう国に値すると、その努力は裏切らない部分だと思います。そういったことをですね、考えた上でですね、このご質問にようやく戻ってくるわけですが、今までは結局人間生まれつきで決まるんですか、いや決まりませんよと。で、体も鍛えれば少しずつ持ちますが、脳の方は逆に進化することもあるんですよってぐらいに後天的な訓練の重要性をお話したんですが、質問はどうしたら器の大きい人になれますかって質問ですから、それに今から答えると、多分ですね、器が大きいっていうためには、その自分とは異なる考え方、価値観、これを持ってる人をどのぐらい受容できるかという知恵になるのかなというふうに思うんですね。そうじゃなくて、その自分のだけの価値観、その中にこう閉じこもってしまうっていうのは、器というものがその小さくなる一つの原因だと思います。まあ他にもあると思いますよ。先ほど言ったように、その継続的に努力する力ですね。ただ継続的に努力する力といってもですね、仏教で説く精進というのはですね、他人との関わり、これが出てくるわけです。なぜかというと、その精進の実践は今なしている良いことに加えてですね、その良いことを増やしましょう。そして今なしている悪いことをやめるとともに、未来になすかもしれない悪いことを予防しましょうという考え方なんですね。善は増やし、悪は減らし、善はその続けて増やし、悪はやめて予防しってことです。で、特に悪をやめて予防するってことは、その他人を反面教師にして学ばない限りなかなか難しいんですよね。自分が今やってない悪が将来出てきて、それを予防するとなったら、他人を侮らずに学ぶっていう、それはやっぱ器の問題だと思いますね。そして自分の今の善、これで飽き足らず、要するにその善を増やそうとしたら、そう、自分よりも優れてる人、ないしは自分にない良さを持ってる人、それから広く学ぶってことが必要じゃないですか。さっきの話と似てますね。他人を妬まずに学ぶ、他人を蔑まず見下さずに、そこからも侮らず学ぶ、こういう人っていうのは、その器が大きくなると思います。成長するってことですね。成長のための努力を惜しまない精進の心がある人、自分の良いところを維持して増やし、悪いところをその取り除きながら予防すると、そういう考え方の人はまた器が大きくなると思います。で、一つ目に言いました、その自分だけの考え方ばかりじゃなく、他人の考え方、これを理解して受け入れていくっていうこと。それから二つ目、そう、他人から学んでですね、そのこう強い向上欲求を持つこと、そういうようなことを話しました。この一番目と二番目はどっかつながってますよね。どっかつながってるっていうのは、他人を尊重してるわけですよね。他人を学びの対象として尊重してるわけです。そうすると、その人ってやっぱり大きな人になるわけじゃないですか。自分というものだけじゃなくて、他人も自分にしていくっていうんですか、他人も自分とつながっていて、自分の成長に役立つもんだとかですね、自分の範囲が広がっていくと言ったらいいでしょうか。普通の人ってのはやっぱり自分を愛してて、自分を尊重してる、でもその自分が好きになれなくて自己嫌悪に陥ってるっていうパターンがあると思うんですけど、そうじゃなくて、そうじゃないタイプの人っていうのは、その他人を尊重し、他人と自分のつながりを認識して、他人からいろいろ自分に生かせる部分を学ぶという、そういうことなんじゃないかなと。そうすると他人の価値を認め、それを学びの対象とし、みんなで成長していこうっていう気持ち、これになりますが、そうじゃなかったら自分の今と他人の今を比較して、どっちが優位だ、勝ったもん勝ちだみたいな感じの狭い価値観、これになるんじゃないかなと思います。ということで、他人の考え、価値観、これも受け入れて、それ他人から大いに学んで自分を高めていくというようなところがですね、器が大きいということに至るものなのかなと、そういうことです。